釣ってみせましょう。結構いいサイズだった。いやいや、よかった。今のは多分60ぐらいあってたぶん。おお、父さん、父ちゃん、父ちゃん、ソンリールちょっと俺にくれよ。俺今ないんだよ、ソンリール。ちょっと今入院中なんだよ。ナイスホー。また来たの？タイ？タイラバだよね。やっぱタイラバした方がいいのかな。タイなの？もう上がるっすね。マジ？おー、タイだ。めっちゃいい、ナイス。やっぱ素直に平らばなんだな。ナイスティー。しかもめっちゃかかっておけばれんわ。いいな、うらやましい。もうやっぱもみじ台だね。そう、桜台反対、紅葉の時期。そうそう、ナイス。おめでとうございます。いいな、いいな、いいな。素直に平らばしよう。次の流しから平らばしよう。すごいじゃん、もうタイ3枚も上がったじゃん。この頭100個も釣ってないのに。いや、でもだってさっきミランちゃん来たら、あれジグだろ。ほんであの奥さんもジグだろ。ジグのがでかいんですよ。そう、あーバカ。すいません。ハンバーグ食べ行こう。ハンバーグ、ふわふわケース好きですか？カリカリケース。え、ふわふわケース好きですか？何のハンバーグ？ハンバーグ。ジューシーが好き。肉肉じゃないの俺は。橋本真央は肉肉ハンバーグが好き。はあ、はい、いや、うん、いや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 、タイじゃない。さあ、何が来たんでしょうか。恥ずかしいやつ。おー、ナイスフグ。またカーリーやられたよ。こっちの人ってどうなの？ユニット自分で作るの？そういうことなの？何も持ってきたら作る人は作る人。そういう質問が結構多くて、人生が一番つらかった。じゃあもう一回戻ります。あの、ナイスキャラ。いやいや、全部ナイスだよ。めっちゃお腹すいた。まだ塩いってないもん。飯食おう。なんでこのショートバイトね。ハイラボもショートバイトだよ。本当にこれはね、ジグだということが判明しました。いいよいいよ、いいよ。その解析によると、へい、よっしゃー。いまいちナイスキャストじゃねえな。もうちょっと飛ばねえとダメだね。おお、猛烈フッキングしたけどな。ナイスー。うわー、めっちゃ当たった。ショートバイト。ドンって当たったですよね。この辺にソイとかがめっちゃいりゃいいのにな。でもどんどんいなくなっていくのかな、水温が上がってるから。でも逆にさ、茨城の方とかでソイとか釣れるんだよね。地形かな、それは。タイ？タイ？ナイスナイス。ちょっとミラごめんよ。おー、今日はやっぱスーパーライトでね、青物狙いですからね。いい感じですよ。いやいや、いい感じですね。ジグ何グラムですか？100です。重たいの使ってんだね。はい、重たいの使います。なるほど、ナイスです。おめでとうございます。じゃあエイジ君に一言。こっちで頑張ってます。どこにいたの？佐世保、え、長崎にいたの？長崎に。市内にいたの？はい、市内に。見てんな。嘘だ。ヒラメと言われた。まあ、はっきり言ってついてんな、ついてねえなって言って、最終的な結論、エビってんな。
ヒラメでしたね。福島名産って何なんだ。会津馬刺しです。馬刺し、あれじゃないの、なんだっけ、わんこそば。それが岩手。あれ岩手か。会津はあれですよ、あとソースカツ丼。ソースカツ丼。いやいや、ソースカツ丼は 福井県でしょ。あ、そうなんですけど、あの、そうです、会津でそれも売りにしてます、馬刺しとソースカツ丼。へぇー。あと赤べこ。あ、赤べこ。何？赤べこ。赤べこ？いや、それ食い物じゃないですよ。なんかそれ、あか、あかんべってするんか。で、仙台の人って締めは何なの。ラーメンかそば。やっぱラーメンなんだ。ジャストフッキングだったね、今ね。知らんけど。サバだった。サバが下にブイブイ走ってた。よっしゃ。ノータッチリリース最高。でもこの間高知県の高知市のちょっと西に行ったところ、須崎ってのがあって、鍋焼きうどんじゃん普通ね。鍋焼きうどんじゃん。そこは鍋焼きラーメンだ。正直美味しかった。でなんか最後雑炊みたいにして食べるさ、ね、美味しかった。ナイスヘグー。ジムは食ってくれないって。ジム食うよ。二人は結構あるよ。ジム 80g だよ。 80? でもリアクションで食わせよう。でも来年の一番の色はこれだから。いい、絶対いいと思ってないね。いやいや、あの違う、釣れるかどうかお前置いといて、もうまずこれ飾っておいたらめっちゃかっけえやん。釣れるかどうか置いといて、めっちゃ釣ってるっちゅうね。こっちはだって俺、うわーかっけえ。でリール何番？3000番？そうです。 PC3000。 そうっすちょうだい。これちょっと、ああ大でしょう今の。めっちゃ追っかけてきたのに。めっちゃびっくりしました今。もう、ああもう、もうスカーン。あー、なんか気合い入れてんの。なんで、どう、何の気合が入ったの今。ちょっとそろそろ本気出す。あと1時間で。でもさ、こっちってさ、本当のチャリコってあんまりいないよ。手のひら板とか。もっと浅いのかな。防波堤。へぇー。今、今シーズンの記録がさ、13センチなの。この間の写真。13。いや、この間のはあれ 14.5。 一応測ったんですね。いや、毎回測るよ。15以下は超貴重だもん。70より貴重だもん。でもこの間11センチかなんか目の前で釣られて歓喜したんだよ。これマジヤバいからって。ナイスハーブー。お次はラーメンチャンスだよ。これは結構ポイント高いからね。ラーメンチャンス終了。まあ、でもなんか大きい魚ってやっぱ興奮するよな。なんだよこれって思うもんな。今日マダイ釣ったの2人。マダイ釣ってないっすね。いや、マダイ釣ったの2人今日。魚前で釣ったの。うるさいわ。ほんと見えたけんね、ここで。ビール1回巻いたらチーズ上がってきたけんね。でもいい感じで60センチぐらいですよ。今のね、反応はあるんですよ。いいマダイを探してください。
やべえ、うぜえ客だなあれ。今の中学校の音楽とか聞くの、あれインスタに出てくる歌が今流行ってる歌なのか。あ、そうです、のとこで、そういうことだよな。あ、ありがとうございます。嬉しい。なんか最近の若い子ってさ、YouTube とかにさ、昭和とか平成の歌をなんか聞いたりする。ねえ、なんかね、うちの息子がいきなりさ、アムロが一番いいとか言いました。ああ、いいですね。え、アムロの名知ってんの？知ってんの？カラオケとか行ったりするの？はい。あ、するんだ。採点とかするわ。するんだ。あれだぜ、この時短なんか大体趣味が一人カラオケだから。超楽しい。タクタクじゃん。そう、さっき。うー、ドキドキする。ちょっと。だいぶでかいじゃない。タイだね。尻尾が広いやつだ。青ですね。タイだ。やばい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 。オッケー、ナイスー。ふー、イエーイ。オッケー、オッケー。ナイスナイスー。オッケー、オッケー。おめでとう。ふー。お、激しいな。なんか大きいんか。おーおーおー、どうなの。抜けた。すげえ方に走ってってんな。オッケー、ナイスー。おお、やめ。おお、ナイスー。ちょっと待って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 、ナイスー。おーおー、あ、飛ぶね飛ぶね飛ぶね。ナイスー、父ちゃんナイスー。父ちゃんナイスだな。タイ、何タイ、ちょっと待ってちょっと待って、ナイスナイス。ちょっと、おー、ウェイトウェイト、よかったな、おめでとうございます。なあ、奥さんだけ来たら玄関に何がいるかわからなかったからな。よしよし、オッケーオッケー、ナイスナイス、ふぅ、おめでとう。で、めっちゃうまそうだな。肉厚だね、やっぱ冬場はね。相当今のも待ったよな。匂ったぞ、ずっと。え、またヒラメ。いい、ナイスナイス。おー、ナイスナイス、おめでとう。ふぅ、何グラムかそれ。80、60、45。やった。あもっさん、なに、あもち、あもち、ちょっと見せて見せて。こっちいるの、こっち。わ、でっか。ナイスナイス、美味しいやつ。そっちは何、そっちは。タイ。タイじゃない。え、こっちじゃん、それも。え、こ、こっちの巣なの。すご。え、ゲソか。ゲソか。たぎってんね。え、え、やばい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 。え、タイじゃない。ゲソかに当たるね。ちょっと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 、タイじゃん、ナイス、マジやば。いや、しかもゲソカーでしょ。いいじゃん、なんかそれで釣れたら、なんか勝った気するよね。おめでとうございます。勝った感しかないよね。ちょちょ、お父さんに一言。おめでとう。かわいい。やばい、いいな、俺も言われたい。もうすぐ平場に変えたから。ナイスだね。
マジで。ちょっと見せて見せてもう一回。うぃーやったねー、ナイスナイス、おめでとう。おぉ、なんかなんかせ、タイか、なんかお、タイだ、タイやんけナイスえー、ここに来てタイ連チャンだ、久しぶり、何かタイ、タイ久しぶりなの、ナイスオッケーおめでとう、ナイスナイスやりました、もう上がろうもんでぼちぼち危ないよ、もう風もだいぶ入ってきたもんいいなぁ、もうタイ釣りたかったな。はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。はい、集合でした。はい、集合、集合でもないんだけどさはい、じゃあ一連ありがとうございました。私はこれで、最後の仙台もうない今年は不甲斐ない釣りが続きましたのではい、来年はあ、でもかなかちゃん100匹はやりたいからね、かな100匹はやるとして200やったもんね、今年確かね。だから来年はちょっと小増しなタイ1匹ぐらいって言って、あとタラ釣りしたい、あ、タラね、とあと夏の根魚みたい、根魚は今年結構釣ったもんね。そうだよね、根魚釣ったんだよね。はい、ということで、はい、皆さん、あのもうちょっとタイのシーズン続くと思いますんで、12月まで釣るんでしょう、はい、ね、はい、私の代わりに皆さん頑張ってください。じゃあ、じゃあよろしくね、皆さんを。私はもうこれでおしまいしますね。はい、じゃあ、宮田どうもありがとうございました。でも1月ぐらいまでやるんだよね。はい、1月ぐらいね。ね、すごいよね。冬のタイ美味しいからね。今日のタイもね、めっちゃ美味しそうだったもんね。パンパンだったもんね。ね、はい、じゃあ皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。なんか言いたいことある人います？大丈夫？見るなら一言見る。なんか、お前次バラ、なあ、俺とお前バラしたもんな。悔しかったな。今日は、うん、お前前に来て。ちょ、なんてなんて？大きい魚を逃がしたので次は八丸釣りたいです。やべ、もうキュンキュンした頑張ろうな、一緒に俺も釣りたい、また一緒釣り行こうな来年な。はい、ありがとうございました